こんにちは。教育福祉常任委員会です。那覇市の電子図書館についてご報告いたします。新型コロナ感染症が流行して3年目となりました。那覇市立図書館でも、昨年はコロナ禍で休館等があり、利用者数の減少がありました。このような中、電子図書館が注目されています。電子図書館は、どこでも誰でも生涯学習ができるという背景があります。 パソコンやスマートフォンを利用して来館せずにいつでも図書館を利用できます。コロナ禍でもインターネットを介して安心安全に電子図書を読むことが可能です。電子図書館の現状についてお話しします。本市は電子図書館サービス事業を導入するため昨年秋に一般会計補正予算を計上し、 令和4年3月3日から那覇市7つの図書館と、間合間合い那覇にて運用を開始しました。対象は本市在住の市民、他市町村住民でも本市に勤務または学校へ通学する方です。9月末現在、電子図書のタイトル数は5425、1人3点まで14日間貸し出しできます。私立図書館の利用者カードがあればすぐに利用可能です。 利用者カードの見本です。これまでは図書館窓口で登録を行い、カード発行後に図書の貸し出しを行っていました。ここ数年の1年間登録者数はおよそ14,000から23,000人です。電子図書館の利用方法です。まず、那覇市立図書館ホームページを検索します。次に、1をクリックし、電子図書館サイトに移動します。 図書館利用者カードを持つ方は2のログイン後にすぐに電子図書の貸し出しが行えます。しかしここで一つの問題が浮かび上がりました。利用者カードを持たず電子図書館を利用したい方をどうするかということです。委員会では来館をコロナ禍で控える方あるいは仕事で忙しい方に初めて利用する際にオンラインで登録ができるようお願いしました。 昨年の時点では最初の利用登録手続きは、図書館現地に赴かないとダメだということでした。しかし、議会や委員会でこの件を取り上げた結果、利用者登録のオンライン申請が可能となりました。初めて私立図書館を利用される方は図のように、市ホームページから来館せずにインターネットで初回登録が行えます。 オンライン申請登録には本人確認証等の写真データが必要になります。また登録後、利用者カードは出向いて受け取ります。本市の利用者の状況です。電子図書館サービス開始から7ヶ月で利用者数は月平均380人です。年代別利用者割合は40代が30%と最も多く次に30代であり、 中学生は1.3%、高校生は0.4%と少ない傾向にあります。電子図書館のメリットについてご説明します。電子図書館は、子育てで忙しい方、また障害を持つ方など、図書館に足を運べない人にとって便利です。貸し出し期限が過ぎれば自動返却となり、延滞もありません。本の紛失、汚れや書き込みがなくなります。 電子図書の中には色の反転、文字や画像の拡大、読み上げ機能がついた書籍もあり、高齢者や視覚障害者にとって大変有用です。将来、子どもから高齢者まで全ての年代が電子図書館を利用することが期待されます。学生の参考書や問題集の利用、読書量の増加で教育に貢献できると考えます。課題として、電子図書館について知らない方が多いと思われ、 市民へさらに周知を行うことが必要です。電子書籍は一冊につき一つのライセンスを取得しており、二人目は予約待ちとなるため、今後は複数のライセンス購入を検討しています。また、学校図書館と連携し、児童・生徒の利用促進を図ることが大切です。10月中旬、那覇市立図書館がサイバー攻撃を受けました。貸し出しができない時期がありましたが、 電子図書館は利用可能でした。この機会に、電子図書館サービスの利用を進めます。那覇市電子図書館についてご説明させていただきました。これから読書の秋です。市民の皆様、電子図書館サービスの利用をお待ちしています。引き続き、教育や福祉に関してのご意見やご要望をお寄せいただき、今後も委員会として取り組ませていただきたいと思います。 以上で教育福祉常任委員会からのご報告とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。